ロード男性にロード男性にもしくは男性二教はアイルランドの小説家軍人フルネームは第18代男性に男爵エドワード・ジョン・モアトン・ドラックス・プランケットダブリン北部ニース県のタラの丘近くに立つ男性二条を居城とするいわゆるアングロ・アイリッシュと呼ばれる支配階級の出身であるロンドンに生まれ12歳の時父の死去により爵位を継承する 成人後はイギリス陸軍に入隊。1899年に南アフリカでの第二次防和戦争に従軍し、防和人共和国と戦う。1901年に帰国、ロンドンに今日定め第七大ジャージー伯爵の娘、ベアトリス・ビリアーズと結婚。作家としての活動は、1905年のペガーナの神々の自悲出版より始まる。これは、 デイビッド・ベラスコとジョン・ルー・サー・ロングの激ザ・ダー・リング・オブ・ザ・ゴッツに触発されたものであり、翌年には字と神々を出版。第一次世界大戦ではフランスなどへ出生。この頃の体験は後にテイルズ・オブ・ウォーなどの作品にまとめられる。1916年のイースター放棄では、イギリス軍人としてアイルランド共和主義者の鎮圧に当たった。戦後は長編にも手を染め、 1920年に影の谷年代記を発表。1924年の第二長編、エルフランドの王女は、好評を得た。ご半生では、ミステリーやユーモア小説の執筆が増え、短編ミステリー、二瓶の調味料は、エラリークイーンらの好評を受けて、クイーンの定員にも選ばれる。第二次世界大戦中は在住していたケント州にて、ドイツ軍の空襲から村を守る任務に就く。 晩年は、チェス三昧の暮らしを続けていたが、1957年に、消化器疾患にて死去。遺言により、同州のショアハム共同墓地に葬られた。チェスプレイヤーとしても巧妙で、ホセラウルカパブランカとの指導対局で引き分けたことも、ある。チェスプロブレムを、タイムズ文芸付録紙に、しばしば掲載していた。ペガーナの神々などにより、 ファンタジー小説のジャンルで功績を残す。執筆時期分けると文学復興運動の時代と、カブるがアングロアイリッシュの出自や特定の文学活動や党派から距離を置く姿勢もあり、その活動はレディ・グレゴリーやイエーツ、シングラとは異なってアイルランド民族のアイデンティティにあまり課題でしたものではなかった。日本には大正時代に戯曲作家として紹介され、 稲垣たるほらに影響を与えた。また、二瓶の調味料は、奇妙な味の古典として、アンソロジーなどに、たびたび収録されている。小説儀曲詩のフィクション。ありがとうございます。